おはこんにちは、エルです。今回はピクセルウォーファイアってゲームを、やりました。まあ言ってみればピクセルガンだよね。これはブラウザゲーだからダウンロード不要で遊べるんだぜ。ボタン多くてよくわかんないけど、とりあえず FPS あるあるっぽい画面に来たよ。あ、始まっちゃった。72 FPS なのね。マイクラみたいなんだぜ。バールのようなものは閉まっちゃいます。なんか出た。お、そげーか。よくわかんない間に死んだね。やられた後のこの画面描写いる。一本の線で何やってんだこいつら。もしやリスキルされてるのかしら。もしそうなら救ってやらねばならぬ。見たことない武器だらけだけどどれも個性的だね。本当に何やってんだ。上に上がってみたら遠くまで丸見えね。どうやら相手にヒットすると緑の丸が出てくるんだぜ。ここは撃たれにくいだろうし武器いろいろ試しみよう。武器は多分個性でたくさん種類があるんだよね。これミサイル発射する最強武器。なんか編集してたら飽きてきたよ。やってると楽しいけど編集してると楽しくない。一応攻略としては壁に隠れながらこの倍率高い銃で相手の頭狙うといいんだぜ。ヒットショット倍率がかかってるのかは知らないけど。ちなみにこのゲームは他の有名な FPS ゲームと違ってガチ勢いなさそうだから。こういうゴリ押しが可能だよ。今の銃できてないわよ。この銃本当によくクソ弱いよ。ゲームと威力が合わせてる。結構当たってる気がするんだけどな。味方がチームに行くことになってるっぽい。犬死に。その後もチームに貢献しようと頑張ってました。落下しない弾を撃てるこのエネルギーガン。ずっと敵が出てきそうなところめがけて撃ち続けてたら余裕なのでは。でも思ったより敵が出てこない。それに反動性能がむずい。地味に反動まであるこのゲーム。感度調整どこで死ねばいいかわからないからぐちゃぐちゃ。このゲームでプロを目指したい人は頑張って感度調整してみてもいいかもしれない。そしてこのゲームたまに唐突に死ぬ。なんだか毎回同じ床で攻めてくる人がいるんだよね。まともに銃撃てないから対応できないジレンマ。近距離で使える銃がこの豆鉄砲しかないよ。背後を取れたら楽しいのはこのゲームも同じ。謎の弾幕マエコー。